やばい、ミュート外すの忘れてた。ミュート外すの忘れてた。目さ、こうやったらさ、めっちゃ腫れてんの分かんない？いつものね、いつもの顔と違くない？私なんか目腫れてるなみたいな感じですよね。ね、そう、さっきミュートにして喋ってたからずっと泣いたの。だって、え、泣いてないんだけど、まぶたが腫れてるの。え、両目腫れてるよね。なんかいつもと目違うなって感じしない？え、もう本当にさ、どうしたらいい？目尻が腫れてるかも。いや、そうだよね、全体的に腫れてるの。こっちの目に至ってはもうここら辺から腫れてる。腫れてるっていうか、なんかむくみがすごい目みたいになってるの。でも体重的には痩せてたし、その顔も太ってるわけではないから、今その何、そう だし私まぶたが腫れるって相当ないんですよ。そう、もう本当にで、薬とかももらってやってるんですけど、全然ね、もう本当に明日エイトの日なのにさ、どうしたらいいかな。え、だってさ、普通に見て違くない？顔塩分取りすぎたかな。いや、このここ4日間ぐらい鍋しか食べてないです。湯豆腐とかしか食べてない。見て、下向いたらわかるよね、この。いや、そう、塩分じゃないてか、塩分っていうか、もう塩分取ってなさすぎて逆に心配って感じ。ねえ、もうどうしようって感じ。でももうさ、どうしようって言って治ったらさ、いいんだけどさ、なんかもう目がもう本当に調子悪くて、そう。でもね、これでもまだ腫れ引いてる方なんですよ。そう、腫れてる時はここら辺がね、ボコって出てて、そう、もう目がね、開かない状態みたいな、そうなったりとかしてたんですよ。そう、もう夜とかすごい、もう目こんな、ここにボコボコってできて、じゃん、天くんです。お、そう、本当にどうしたらいいかね。ちょっと本当に天くんさ、ね、天くん、お座り、お座り、そう、そうしてて、ねえね、お洋服がぐちゃぐちゃしちゃうから、ねえ、お洋服ぐちゃぐちゃしちゃう、ねえ天くん、お洋服ぐちゃぐちゃしちゃう、ねえ天くん、ねえ天くん、怒るよ、ねえ天くん、ダメ、天くんダメ、噛んだらダメ、コード、ねえ天くん、ねえ天くん、ねえ誰か、ちょっと家族が見てくれないんですよ、天くんを配信中でも。ねえ天くん、噛まないでって、コードとかさ、お洋服とか。噛むならこれ噛んで、こっち噛んで、そう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 。ねえ、もうすごいね、ビションフラッシュ出ちゃって、もうビションフラッシュ出てすごいの。ねえ天くん、え、ビションフラッシュやばいやばいやばい、あ、ビションフラッシュ。そう、まあそうなんですよ。で、今日はいきなりなんですけど、お礼配信、そう、でも今日は本当はお礼配信するつもりなくて、時間がねあったので、ちょっと配信をつけてみます。でも改めてね、またお礼配信させてください。今日はなんか私のお母さんがいきなりお礼配信したら時間あるんだからって言われて、そう、時間別にないんですけど、今あと15分ぐらい、あと10分ぐらいで切らないといけないんですけど、配信、そう、でもまたお礼配信は別でね、ファンの方があれ、予告なしでこんなやっちゃって、ゲリラ配信なので、今日は普通の配信をして、そう、なのでまた次エイトの日の終わった、エイトの日が終わった次の日とか、お休みなので、多分9日とか9日とか10日とかぐらいにしようかな、お礼配信。また時間が決まり次第ね、お知らせさせてください。そう、
もうね、ついに8月に入って、明日はエイトの日ということで、あっという間ですね、エイトの日ね。もういつもと顔が違うよね、これ完全に。で、なんかち、え、ね、待って、違うよね、普通に違うよね、いつもと顔。え、いつもこんな顔してるっけ。いつもえ、いつもさ、もっとさ、もっと可愛くない。え、こんななんか顔してる。え、てかもう顔変わったのかな、そもそもこんな顔に。いつもと、え、可愛い可愛くないは置いといてさ、いつもと顔違うよね、目。ね、そう、エイトの日でさ、入場の時にさ、入場の時に、あ、目なんか顔違うと思われたら嫌だなと思って、ちょっと先置きしときます。いつもと違う感じは確か、え、そうだよね、そうだよね、なんか違うよね、なんか違うのはわかるでしょ、目がなんか違うでしょ。え、目が腫れてる感じありますよね。よかったー、よかったー。え、これは何なんでしょう、この腫れは。塩分とかは確実に取ってないんですよ、私。本当にここ 4,5 日ぐらい、4日間ぐらいかな、ずっと朝も鍋、朝も鍋、昼は食べない、夜は鍋っていう、なんか1日何百カロリー、なんだろう、200も取ってないかな、カロリーぐらいなんじゃないっていう食事をしてて、やっぱりね、顔がね、シュッてしてる感じあるかも。コンタクトがあってね、え、つけてないんですけど、そう、もうここむくみね、むくみなのかな、ね、何なんだろう、目がね違うんだよね。ね、なんかでも疲れっぽい気もしますね、疲れっぽい気はする。てか病院の先生に疲れっていうか、なんかね、最近よくじんましんとかが出るんですよ。なんかちょっとさって触れたりしたら、さって触れたりして10分ぐらいしたら、あ、じんましん出ちゃったとかっていうことが多々あって、そうで、まあ新しいこと、昨日と一昨日とか、まあね、ちょっとなんか、緊張みたいな場面にがあったので、多分それで疲れたりしてたんじゃないかなって。肌の光沢はちょっと落ちた感じ。え、そう、多分ね、私ね、体質変わっちゃったんだよね。なんか前までそんなじんましんとかしょっちゅう出る子じゃなかったし、てかじんましん、あれ最近になって初めて出たって感じなんですよ。そう、だからお母さんがアレルギー検査行かないとねって言ってて、絶対そっちの方がいいと思って、多分私食べ物とかも今までアレルギー1個もなかったけど、多分アレルギー検査したら1個は絶対にあると思う。体質、本当に体質めっちゃ変わってると思う、自分でも感じる。それは体質確実に変わってると思う。うん、マックスさんありがとうございます。ブケニャンさんもありがとうございます。カーク大佐さんもありがとうございます。そう、なんか本当にね、前まで、なんだっけ、そう、全然ね、あれ感じなかったんです。あ、ジンマシンとかワクチン接種の影響かな。私ワクチン1回も打ってないんですよ。そう、ワクチン1回も打ってないからね、それはないんだけど、でもなんかワクチン接種してる人から、ワクチン接種した人の呼吸からなんか感染するみたいなやつあるよね。なんかちょっとちらっとニュースかなんかで見たんですけど、だからもう防ぎようがないじゃんみたいな。そう、でも私ワクチン1回も打ってないからさ、怖くて打てない。てかね、そんななんか何日間も体調崩せるあれがない、余裕が、もうてかもう私死ぬかも、ワクチン打って、あれ打ってさ、熱とか出たらもう
熱とかに弱いから。てかなんかさ、私思ったんですけど、最近自分の755がさ、なんか病人すぎてどうしようみたいな、そうキャーって感じですね。キャーね、本当にさ、なんでこんな目腫れてんの。いやーなー、無理、目腫れてるの本当に無理。なんで、本当になんで。なんか季節の変わり目とか、睡眠時間がさ足りてないとかかな。なんで、本当になんでね、本当にやな。でも化粧しない方が、これ本当になんか8月4日ぐらいからずっとこれなんですよ。みたいな、何事って感じです。これひなこさん、これひなこさん、すごい、アバターがハワイだ、いいな、ひなこさんだ、イエーイ。これ本物かな、すごい、ショールームに遊びに来てくれて、イエーイ、本物、本物、本物かな、ひなこさん、奥原ひなこさん、本物、本物じゃなかったらどうしよう、騙された、ね、これさ、メンバーみたいなさ風に作れるの。例えば私の偽物とか、私の偽物で回してほしい。さすがにメイクでは隠せないか、多分隠せないかも。これでももうちょっとがっつりメイクしたら隠せるかな。地蔵のレイちゃんのお宅になるにはどうしたらいいですか。もう慣れてますよ、配信見に来てくれてるから。もう完璧、ファンの人の一歩進んでるよ。ありがたいね、なんかありがたいです。キャー、本物だって。でももうお忙しくて、ありがとう、本物だって、すごい嬉しい。なんか久しぶりにメンバーが私のルームに遊びに来てくれたかも。なんか、ま、前はさ、なんか結構ね、いろんなメンバーさんが、ね、遊びに来てくれてたけど、最近なかったので嬉しい。TikTok もインスタを見てます。本当に可愛くて憧れです。私みたいな人が憧れなんて嬉しいです。でも嬉しいわね。なんか憧れとかって。普通にさ、なんか冷静にね、なんか憧れですって言われて、嬉しいってなるけど、冷静にめっちゃ深く考えてみて。こんな普通の女の子を憧れですって。嬉しいよね。ありがとうございます、頑張ります。そう、てかさ、私さ、やっぱりさ、男性へのさ免疫がなさすぎて、どうしようみたいな、どうしたらいいですかって感じなんですけど、本当にさ、お仕事に影響出ちゃってんのよ今、自分のこの男性への免疫のなさで。そう、すごく頑張ってるんですけど、自分的には。そう、まあお仕事でなんか男性の方と触れ合うって言ったらあれですけど、なんかまあね、また皆さんがね、こう、あれじゃないみたいな、まあ予想はついたりとか、まあ嬉しいご報告なんですけど、そう、もう本当に、もう本当に隣に座られるだけで無理で、そうで、もうすごい挙動のよ、なんか、そうですみたいな、AKB48 の藤園レイですみたいなよろしくね、もうご迷惑をおかけすることも多々あると思うんですけど、皆さんの足を引っ張らないように頑張りたいと思いますみたいな、まあ仕事の挨拶をしてたわけですよ。だから仕事で、そう、そしたらさ、なんか AKB48 AKB って大変ですかみたいな、まあまあそういうね、お仕事なんかお話をするんですよ。そう、そしたらさ、なんか、こういう感じって大丈夫なんですかみたいな
言われたりして、あ、まあ大丈夫ですけど、大丈夫なんですけど、私自身が大丈夫じゃなくてみたいな話をしてて、そうそうなんか、そう、私がなんかずっと女子校だったりとか、まあ、こういう活動をしてて、恋愛とかしてこなかったりしているので、今もなんかこうやって男性の方とこうやってこんなに近くになることとかあんまりないので、だからもう1から10まで全部説明して、そしたら、こんなに可愛いのにもったいないみたいな なって、まあ、それもお世辞やんと思いながら聞いてて、え、そうだから本当に男性の免疫がなさすぎてね、どうしようみたいな感じです、今ここ2日間ぐらい。え、そう、でも今日から解放、それは。そう、もう昨日と一昨日ね、一番一昨日が一番もうなんかみたいな、ずっとトゥク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 って感じでした。え、本当にそんな感じ。そう、まあでもね、皆さんに嬉しいご報告なので頑張りたいと思います。そう、まあ、仕事だから、お仕事だから、そう、皆さんにね、嬉しい、皆さんへ嬉しいご報告なのでお待ちしててください。握手会はどうするの。いや、握手会はさ、自分のことのことを好きって思って会いに来てくれてるし、ファンの方ってさ、もう何でも話せる関係じゃないですか。でも初対面でさ、なんかまあね、でももうね、あのね、お知らせまで待っててください、とりあえずっていう感じですね。めんどくさい女と思われてるかも。え、全然いい、お仕事だからまあいいです。じゃあそれではまた。え、そう、今日短かったんですけど、ありがとうございました。最近の近況報告って感じ。まあまたお礼配信はまた本当に8の日の次の日か次の日に、あの、またあの日程を立ててね、やった方がいいと思うのでそうします。13位は幻さん、ありがとうございます。12位はセッキーさん、ありがとうございます。11位はキヨシさん、ありがとうございます。10位はフーアさん、ありがとうございます。9位は天守閣さん、ありがとうございます。8位はドサンコトントンさん、ありがとうございます。7位はベベモンさん、ありがとうございます。6位はハウさん、ありがとうございます。5位は YSA73 さん、ありがとうございます。4位はウィキタンさん、ありがとうございます。3位はマックスさん、ありがとうございます。2位はカーク大佐さん、ありがとうございます。1位はウホホホさんです、ありがとうございます。じゃあ皆さん、また明日は8の日、当選された方は8の日で、バイバイ、ありがとうございました、ありがとう、バイバイ。